さて今週はですね、オールカマーの方をやっていきたいんですけども、オールカマーちょっとメンツが指導したのはタイトルホルダーですね。一番はあとは G1 馬ジェラルディーナ、またガイアホースなどメンツがすごい感じになってきたんですけども、この中でちょっとまあ突き抜けてる感じがあるとは、まあ G1 馬でタイトルホルダージェラルディーナとは個人的に思ってるんですけども、先制的に注目していたりとか、まあ、展開的にどうなるかっていうのを教えていただきたいんですけども、どんな感じですかね。まあタイトルホルダーが逃げてスローでしょうね。タイトルホルダーも先があるので、でこの先に最強馬との戦いも待ってるわけじゃないですか。そうですね、まあジャパンカップが最大目標とタイトルホルダーは書いてあったので、だからここで無理をする必要は全くないんですよね。なので内枠を引いたことだし、すんなり逃げてそれで自力で押し切ったれっていう、そういうレースで、それで他の各馬が仕掛けどころを伺うっていう、おそらくこういうレースになるでしょう。問題はね、タイトルホルダーの本番は多分先なので、今回のこの休み明けの仕上げがどうかっていう点なんですよ。長期な間が空いていたので、そこら辺が危惧してるっていうポイントって感じですか。そうなんですよね。状況を見てたんですけど、今回ね、久しぶりに合わせ馬をしなかったんですよ。普通はね、ああいう逃げ馬はレース前に気合を入れるために合わせ馬をするんです。ちなみにね、これね、皆さん覚えておいてほしいんですけれど、合わせ馬をして遅れている逃げ馬に勝ち目はないですよ。逃げ馬って、要するに並びかけられた時に、いかにそこで踏ん張るかっていうところにポイントがあるので、勝ち馬はね、合わせ馬で遅れてもいいんですよ。なんだけど、合わせ馬をして遅れている逃げ馬には、正直言って本番の魅力が全くないです。大体の逃げ馬は直前に合わせ馬をして、まもなく本番だよと。レースになったら他の馬がこうやって追いかけてくるから、気合で跳ねのけろっていう、根本注入みたいな意味で合わせ馬をやるんですね。じゃあなんで今回それをしなかったか。で、実際それを今までやってタイトルホルダーは勝ってきてるんですよ。それを今回しなかった理由は何なのかっていうふうに考えると、これはね、陣営がどう考えてるかっていうことになるんだけれど、仕上がりすぎちゃうんじゃないかと思って。つまりここは本来前哨戦に過ぎないレースで、ここで 100% 出してどうするっていうレースなんだけど、にもかかわらず、ここで合わせ馬をやると、タイトルホルダー頭のいい馬なんで、100% のところまで自分で仕上げちゃうんじゃないかと。だから、そこまで臨戦態勢にならせるのを、陣営が避けようとして合わせ馬を今回はやめておこうって考えたんじゃないかと。いうふうに考えるとね、このレースはね、ちょっとね、タバの付け入る隙がね、かなりあるレースですよ。しかも、今回ね、一番の面白いのはね、インバリリンなんですよ。前走ね、休み明け狙ったらやっぱりダメだったんだけど、さすがに海外遠征からの休み明けっていうのはちょっときつかったかもしれない。しかもそれをハイペースの逃げ争いの3番手につけて追いかけていくっていう展開でしょう。最後ばったり止まったのもね、ちょっとやむを得なかったかなって感じがしますよね。でも、そこを叩いて、人叩きして、ここはかなり良くなってます。しかも一昨年の勝ち馬ですよね。って考えると、今回はタイトルホルダーにマンマークでついてくると思うんですよ、展開的に言うと。それでロングスパートの仕掛け合いになってくると、クリーンヒーローの気が騒ぐんですよね。なのでウィン・マリリンが4コーナーでタイトルホルダーに並びかけて、それでタイトルホルダーを競り落とすって、で場内から悲鳴が湧き起こるっていうシーンが結構考えられるんですよ。それを跳ねのけるための闘魂注入もやっていないということになると、僕はね、このレースまずウィン・マリリンが一旦先頭に立つと見てます。そしてタイトルホルダーが消えると、とりあえずこう考えてるんですよ。その展開になったら後方から追い上げてくる馬にもワンチャンあるじゃないですか。そういう時に中山の2200っていうコースが結構タフなコース でその上にスローで流れてタイトルホルダーが逃げる展開になったら、どう見ても3コーナー手前からロングスパートをかけていかないと後方の馬は届かないんですよ。だから後方から多分みんなが寄ってたがってロングスパートをかけていくレースになるでしょう。でそれで前にタイトルホルダーが抜けてれば押し切るんだけれど、そこに僕はウィン・マリリンがくっついていて、それが意外と外からタイトルホルダーをかわしちゃう気がするんですね。タイトルホルダーの出来が8分だから。そうなるとそこを目標に後方から追い上げてきた馬のまくりがピタリハマりそうな気がするんですよ。こういう金馬になればモーリスって感じがしません？この通りですよ。粘り合いとパワーだったらモーリスですね、っていう気がするので、ここはちょっとモーリス3区を狙いたい気がするんです。というわけで私の本命はジェラルディーナなんですよ。
ジェラルディーナ去年も勝ってますね。というか去年ここから快進撃が始まってるんで、なのでジェラルディーナのまくりがぴったり届くというふうに見て、ここは本命に押します。対抗がウィンマリン、そこへ襲いかかるジェラルディーナ、こういう展開で予想してみたいと思うんですね。で問題は3番手以降の穴馬なんですけれど、このレースって10番枠より外を引いた馬が過去ほとんど来たことがないって知ってます。多分外枠を引いてしまうと今週からクッキー構成に変わるので内がいいんですよ、馬場が。なのでだいたい内のを通った馬が残ってくるんだけど、外枠を引いてしまうと外外を回さざるを得なくなるので、この辺りが馬場のバイアスに引っかかるんだろうと思うんですね。過去8年間ぐらいで唯一3着に入った馬が1頭いるだけで、他全滅してるんですよね、外枠が。で今回有力馬が軒並み外枠に入っちゃったんですよ。エヒトから始まってモースブリッジ、ハヤヤッコ、ローシャムパーク、マリア・エレーナ、ウィン・マリリンっていう軒並み全部外枠に入っちゃったんで、ただウィン・マリリンは大外とはいえここから好スタートを決めて内に切れ込んで相手のホルダーが番手までは潜り込むと思ってるんで、はい、意外とバババイアスの影響を受けないんじゃないかと考えて僕は対抗にするんですけれども、この馬は寄ってたかって外まくりじゃないですか、きついと思うんですよね。だからマリア・エレーナとか面白いなと思ってたんだけど、この枠ではきついかなと。エヒトとかも面白いと思ってたんですよ。でノースブリッジも面白いと思ってたんですよ。1枠とか引いたら絶対買う予定だったんですけれど、でさらにはルメールのローシャムパークもいますよね。これが全部ね地獄の外枠引いたっていう、でそう考えるとじゃあ一体誰が来るんだろうって話になるんですが、3番手の評価はもう決めていて、ガイアホースですね。ガイアホースが向くと思うんですよ、この展開で。何しろ菊花賞ですら乗ってくるから下になる馬なんで、6スパートかけさせたら絶対入ってくるでしょ、上位に。で外枠勢が枠順の関係でなーってなってしまうんだったら、ここの3番手評価にはガイアホースを上げておこうかなというふうに思います。その後白三角でエヒとローシャムパーク、それからノースブリッジぐらいですかね。この辺りの外枠勢を一応入れときますけれど、勝負は1点ですね、はい、ジェラルディーナからウィン・マリニン、ジェラルディーナからガイアホース、あ、2点か、3連複でいうとこの3頭の1点ということで、ちょっと絞って単勝と馬単と、それから3連複3連打、この上位3頭でこのレースは狙ってみたいというふうに思います。タイトルホルダーは抑えもしません。抑えもしないんですね。抑えもしないです、うん、ただしここで惨敗して人気落として勝負でしょ。というわけでリゼマルはゲラルディーナに、丸をウィンマリに、黒三角をガイエホースで、この3頭勝負にしてください。わかりました。今回はボーリス3区たちの、まあ、スクリーンヒーローもしっかりなんですけども、まあ、スタミナとパワーのいるババと考えてこの2頭を本命対抗に置いていて、なおかつガイエホースもすごくいい勝負するんじゃないかなということで、僕の一番の意外はタイトルホルダーが何も印ついてないことが非常に驚きですね。タイトルホルダーが来るときと消えるときが割とよく当たるんですよ。タイトルホルダーってなんとなく見てると今回はあるなとか今回はないなっていうのが割とわかる馬で、今回の調教の動きを見てると、はい、合わせ馬をしてないっていう段階で陣営がここ取りに来てない感じが伝わるんですよね。どうかね、僕は今回はないと思いますね。ただ死んだわけじゃないのでこの後また復活するでしょう。ここはまあ評価落とすけれども、まあ、最大目標であるジャパンカップではもしかしたら評価が高くなっているっていう可能性があるっていうことですよね。そうですね。わかりました。でしたら今回のオールカマーですけども、本命ジェラルディーナ、対抗ウィン・マリリンで行かさせていただきます。今回の動画を皆さん参考にしていただいて、タイトルホルダー切るってことは個人的に美味しい可能性かなり高いので、もしよろしければ買い目とか紐に入れていただけたら嬉しいので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今回の動画がいいなと思った方はぜひともチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。ありがとうございました。